はい、えちょっとこれもですねえまあまあ誰も聞かれない、えー、いいと思うんですけど聞かれなくてもいいんですけれども、はい、あの一応ですねこういう YouTube ってですね、まあ、この前回も言った通りですねあの乗ってるかどうかなんですよねこの動画のですね、えー、そういうのがこう乗ってるかどうかなんですよね。えー 言ってあればですね、あのそのもう人っていうのはですね、情報を毎日ですね探しまくってるわけですね。もうテレビなんか見てる場合じゃないっていうね、うん、自分に必要なですね情報をですね、えー、もうね日本中の方がね探されているわけでございますね。はい、で、えー、一応私はですね相模原市でございますけれどもね。 えーと都庁思い出ピアノもね最近4回最近ちょっと前にね4回行きましたしですね、えー、まあですね場合によってはですねもうちょっとねうーん千葉とかちょっと厳しい厳しいですけどね、えー、そうですね都内都内でねまあ都庁思い出ピアノが一番、うん、あとまあいいんじゃないのかね、あとは館内ですねあとはどこか 三原はね3箇所あるんですけども、はいえー、それからねまあ行こうストリートピアノでですね、えー、あのストリートピアノがいいんですよねあの無料ですからね、えー、それがね、うん、あのー、ねあのそれで本当になんかね えー、なんか、うん、いろいろ、うん、やりたいっていうかねいろ、まあうん、分かんないですね先のことはね、えー、ともかくですねあの、えー、今回はですねあの何言ってんのか分かんないけどすみませんね、えーあのえー、電話番号はね Facebook ピヨピヨと高橋庄太郎ね、えー、最近ですね、えー、つい、えー、あの ちょっと、ね、スマホも、ね、使おうと思ってね、思、あ、い、のー、ましてですね、インスタグラムね、インスタグラムピアニストピヨピヨですね、これ無料通話できますね、あと電話番号もお伝えできますし、あのーえー、ここには書いてないですけどね、ね、あのー、トップページからですね、生演奏楽しむ会とかそういうところにも書いてありますので、楽天リンクなので、あのー、無料通話できるのでですね、こちらからお電話もできます。はい えー、あツイッターもできるのかなツイッターねツイッターのですね無料通話ねちょっと、うん、なんかね誰もやってくんないからねあのまだ、あ、今でだわかんないんですけどねこれだけ録音してるんですけどねはい、えー、誰もやってくださらないのでですね、えー、それでもねやっぱ録音しとけばですね、えー、違うじゃないですか、はい、何でもですね。 これがの、動画が載ってるかどうかなんですよ。はい。それでですね、今回はですね、昨日ですね、ザ・チキンっていうね、ここ、ザ・チキン、ザ・チキンですね、これ3249番でございますね、えー。これで録音したんですけれども、えー、はい、ストリートでなくても OK というかね、もう、あの、はい、えー、ちょっとこれをね、ちらっと聞いていただければわかるんですけど、えっ、ー、と、こうなってね、 えー、これね脇本先生という素晴らしい方にですねもうまだまだ一瞬なんでございますけどねまだ一瞬はお会いしただけなのにですねこんなにねどんどんこうねだから今もこう,あのもうあの今こ,れをこ,この動画を録音してるわけですねどんどん変化するわけですね人間ってね変化しないものはないっていねこの南アシュタールさんによく出てくるんですけどね。 この世に変化しないものはないとね。どん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 変化するね。え変化するということが、ね、安定なんだっていう <laughs> そういうね、えー、私もねなんていうかですねもういろんな方の話をねもうこうね何十年とねこの,このねパソコン人生長いので、ね、聞いてきてましてですね 今も「トレトレチャンネル」見ててねいろいろねずっとこうつけててねいろんな話が出てくるんですけどはいそれでですね「ザ・チキンじゃなくてもいいんですけど今でねこの「ザ・チキンでこれすごいやっぱねこうリズム感の練習になるってねちょっと発見してですね <laughs> ちょっとずーっとしばらくねこれ課題曲っていうかですねリズムの練習になるのでですね、えー、そして昨日ここで言った時 e ブンのところはですね えー、まああのー、半拍ね、あのーまあ、8分音符で言えば8個目に弾くっていう、うん、さ最初の Eb7 ですねえ次の Eb7 は頭でいいと思うんですけど、はい、頭でねえそういうふうにですね、まあ、楽譜がね出ててねそういうカラオケがあ,あったんですよね、うんえー、あそういうふうにですね、えー、そ,ういうそれでやりたいんですよね。 8分音符でいくと8個目のところでね、えー、シンコペーションというかですね。それでやりたいんですよね。どうしてもね。それがね訓練になるっていうかですね、えー、それでね。今ね考えたんですけど、メトロノームをね。音を出せないでね。音を出せないで光でね。あの合わせられるかなとかね。ちょっと昨日ね。ゆあの夢に出てきたっていうかね。うん、ちょっと思いついちゃってですね。はい、えー、ちょっとね。それしたら今ね電池が切れちゃっててですね。 電池が切れててですねちょっとね太陽の電池買ってですねちょっと光でね光に光のメトロノームに合わせられないかなってこれはまあね、うん、やったことないのでですねえそれがあればですねあの、うん、あのまあまあイヤホンでもいいんですけどねイヤホンでもいいんですけどねえそのピピピって音がねあの聞こえないようにねドンカマってやつ、ね、いわゆるねまあこれはまあプロのですね えー、ドラムの方でもねあのあのレコーディングの時ねそれ使うみたいですからね使わない人もいるでしょうけどね分、えー、かんないですけどねまあ、まあ、ジャズなんか使わないですけどね場合によっては使うのかもしれないしまあそれはですね、まあ、レコード会社とかねそういうね本当にプロのレコーディングの方に聞かないと分かんないですけどね、まあ、そういう感じでですね,ね えー、とにかくねリズムですねこれをちょっとねちょっとねここで何日目だろうね何日目昨日5時間ぐらいずっとやってやって,てですね、うん、それでも飽きなくてですね、うんえー、この「ザ・チキン」とかですね、えー、まあ、まあ、スペインはね長いからですね、えー、あとな何でもいいんですけど私はねあの、まあ、黒ンですね「ザ・あ黒盆」で、えー、さっきもねあ朝もね、あのーうんえー、はい。 脇本、ね、先生のね、えー、黒本のですね URL を送っていただいてあここには書いてないですけどねあこうあそうかと思ってですね、えー、それもね脇本、えー、先生のねまずねあの動画をまず全部ねまあ,あの、うん、1日1個でも2個でもね3個でも4個でもね えーまあ、練習してない時はねずっとつけててですねインスタグラムをつけて,てですね、えーとえー、いろいろね、はい、そういう感じでですね、はいえー、ジャズ連弾 <laughs> ジャズ連弾っていうかですね私アドリブがですねもう,もうメジャースケール1本なんで <laughs>、えー、誰かですね このザ・チキン,、ね、ザチキンとか、まあ、他の曲でもいいんですけどもあとね私もいろんな曲を覚えたいのもあるのでですねえ別に黒本じゃなくてもいいのでですね、うん、いろいろ覚えたいのでですねああこの間ねあの,あの,あのなんだっけえっ、えー、とねジャズライブ聴きに行ってねえテイクファイブ、うん、テイク5とかまあまあいろんな曲ねあったんですけど、うん ラチック・コリアのなんだすごい超かっこいい曲とかねまあそこまでになるとねちょっとねあのちょっとつちょっと難しいかもしれないですけどね、えー、まあやっぱりスタンダードっていうかですね、うんまあ、スタンダードって言ってもですねもういっぱいあるからですね、えー、何をもってスタンダードっていうかね、うんえー、だからですね、えーまあまあ、まあ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 ちょっとね簡単な曲でできるだけ簡単な分かりやすい曲でですね えー、あのいいんですけどねオールを文巾とかそういうのでいいんですけどもね、はい、でもまあそれじゃつまんない方もいるかもしいらっしゃるかもしれないしね、まあまあ、できる限りですねこ,の、うんあのええー、これがルパン三世でもいいですね分かんないですけどもね楽、うんうんまあ、通りね弾くのはねちょっと私はなかなか、うん、ちょっとなかなかね難しいのは厳しいですけどね。 えー、まあこのザチキンは、ね「t h e t i ねこの「ダン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 」をとにかくやってればですね、えー、あとはねアドリブですねアドリブですね、えー、であのー、まあ私右手弾かなくてもいいので別に右手本当にベースだけでもいいのでベースだけでもいいんですあこの前ね、あのー、そ,うそうそうそういうのもねあのあそうそう今田先生もやってくださったんですよ今田先生がね。うん だから、うん、ベースラインだけあれば、ね、ジャズピアノの人方ってねもう,うードゥルルルって弾けるじゃないですか <laughs>、ねうん、だから下手したらね、ボン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 でもいい、ね、同,じ同じルートの音だってねもうねなすごいことになっちゃうじゃないですか、うん、だからそれはですね、うんあのえー、ちょっとね、うんそのまあ、いろんな方がです、ね、いらっしゃって。 えー、まあそんな感じですね、まあ、ジャズ連弾っていうかですね私ジャズね覚えたいっていうかですね、えー、覚えたいっていうかですね、うんあのうん、あのそういうのはあんまりないと思うんですよあんまりないとまああると思うんですけどあると思うんですけど大だいたいですねこれそうそうそうこれ録音してなんから2台のピアノになっちゃうんですよみんなねあの世界的にすごい方とかね。 2台のピアノになっちゃうんですよ2台ピアノあればいいけど、うんあ,のうん、あの私はね羽根健先生のですねあ,のあの3代の前田紀夫先生佐藤です、ね、正彦先生のですねあの3代のピアノこの、うん、あれねあそれ撮ったっていうの、ん、はあのなんかね、えー、演歌みたいなのをね超ジャズにしちゃってね超かっこいいやつねあの動画ね。うん えとかでですすね、ね、まあ、のピアノです、ね、それはねでしかもですねあのなんていうかうんあの本当にバランスっていうかですねうんあの、うん、見事だなっていうねうん、ぐちゃぐちゃにならないっていうかですねあるとおほほうな、まあ、アレンジが譜面が、ね、あるのかないのかわかんないんですけどね、えー、そういうことでですね、はいえー、まあジャズ連弾で希望っていうかですね え h e c h i って一応書いといてですねまたですね、えー、一応そういうタイトルね、うん、あとはもう何て言うかまあもうタイトルつけようがないんですけどもね、うん、何が起きるか分かんないっていうかですねあとそう前ノブリン先生っていうねノブリン先生ねノブリン先生有名なんですけど、えーね、そうそうそうその動画消えちゃってですね、うん、あとあのほら、あのー、ウーマンオーケストラのね ウーマンオーケストラの,あの社長さんはねバイオリンの,あの美しい、ね、方ですね,、えー、のねあのちょっとその動画も消えちゃったしですね、えー、なんかねジャズ連弾っていうことですね、うん、連弾じゃなくて3人でもいいんですけどね分かんないですけどね、えーうんまあ、あとねあの館内なんかは他の楽器ともできるっていうできますね所置はダメですけどね。うん あるいはもっと何かもっとここできるよとかですねなんか情報とかね、うん、そういうのもまあこの昨,昨日おとといかな録,録音しましたけどですね、まあ、とにかくこの録音してあればですねえー、ねえもうしょうがないなそこまで言うならもう俺がやってやるよとかね私がやってあげるわとかですねえー、ねうん。 あのー、もう暇でしょうがないとかね、お金もね、あのー、200兆円ぐらい持ってるとかね、ああなんだっけ、なんとかバフェット、ウォーレン・バフェットっていう人がねあのな、10兆円持ってるとかね、出てたんですね、昨日ね、うん、見たんですよ。それは嘘ですからね、うん、あの10兆円持ってるからって、嘘ですからね。あの 10兆円じゃないんですよ。裏金ってあるじゃないですかね。裏金話題ですよね。うん、裏金が話題じゃないですかね。あのうん、裏金が話題なんですよ至る所でね。警察とかね。いろ,いろね。もうずっと前からね。はるか昔から警察の裏金とかね。もう話題なんですよ。うん、あの10兆円って書いてあったらもう。それ氷山の一角っていうかね。 え、それの1億倍ぐらい多分持ってますよ。うんね。うん、そう、そういうことですね。はい、だから嘘なんですよ。うん、そういうあのデマ情報って言うんですよ。デマ情報ね。うん10兆円は本当に何ですかね？まあ、雑誌に載せてもいいぐらいのね。その10兆円持ってるって言うね。10兆円か10兆ドルかね。10兆円だと思ったんですけどね。うんま10兆ドルうん。 最低10兆ドルね最低ね、えー、最低ですもうやもっと持ってんでしょうね、うん、だからあの嘘ですからねそんな金持ちのね、うんうん、それとねあだってもうどんどん人にねあの親族にねあげたりねいろいろねこう、うんあのー、わかんないようにね、あのー、ななスイス銀行とかねいろいろあるじゃないですかいろいろね。うん あ,のね、あとはカウントできないとかねあの数字にしとけばカウントされないものとかね分かんないですけどね、うん、いろいろあるわけですよ、うん、でそういうのはね、まあ、金融とかねポイントとかねいろんなのあるじゃないですかそういうの詳しい方ね分かるだからちょっと話がそれちゃったんですけどね、まあ、このようなネット情報の嘘だらけってそういう本当に嘘ですよ。うん はいそれでですね「はいえー、ジャズ連弾」でね「ハドアンサンブル」でもいいですねわ、えー、かんないですけども一応こう録音してるね「ねチキン」ってねなんか、うん、結構、うん、あの結構だいぶでき,たできてきたっていうかねまだねこの毎日毎日ね毎日毎日とにかくリズムトレーニングをしますけれどもね。 うんね、だからねベースの方がねやっぱねやっぱドラム叩けるらいになればですね,、うん、ち,ゃんとねちゃんとしたリズム感っていうかですねえ、うん、えまあわかんないですけどね、まあ、リズムのこともねまたね追求していくとね、えー、まあ深いことになってくるのかなっていう、うん、そういうのもありますね。 うん、あと1個ずつの音音量ですね。これがね全部同じ音量じゃないっていうかね、うん、いろんなことになっていくような気もするんですけども、はいえー、まあそこまでねあのあの考えてたらもう何もできないんでね、えー、とにかくですね、うん、まあ遊んであげるよとかね。えー えね、ジャズピアノねあのジャズ難民ね私ジャズ難民も本当素晴らしいなと思うんですねジャズ難民ね <laughs> ジャズ難民があるいらっしゃる方がいらっしゃるからですねこの日本経済を支えてるっていうかねもうどんどん楽譜とか CD とかね教本とかねもう買いまくってねそれでもねもうジャズっていうのは分からないなとねでクラシックもそうですねもうあれもこれもあれもこれもあれもこれも弾きたいけれどもね えそんなにいっぱいできるわけじゃないし時間もないからね私がピアノが弾けるようになる方法ってね働いたら負けてねもう何百どれだけ録音してか分かんないですけどね、えー、このように超富裕層のね 超富裕層のねねっていうことで、ね、もうもう再生されませんけどねお話し,し,ました、えー、させていただきましたけれどもねはいそういうことでですね何言ってんだかわかんないんですが「ジャズ連弾希望」っていうことでですね「ザ・チキンと」と、うん、他他ですね、えー、それはですね、うんまあ、私はねスペインっていう曲ねまあ都庁は5分以内なので。 5分以内のねでも都庁はですね何がいいかってねあのギャラリーが多い、ね、ギャラリーが多いの、ね、を決聴いてくれるからですねそういうのやるとねもうピアノソロなんかもう別にねもううピアノソロじゃねやっぱりねやっぱりこれからジャズ連弾かね、まあ、まあクラシックでもいいですけどね、まあ、5分以内だからね わざわざね、あの、東京のね、あの、フラットアースを見にね、フラットアースですからね、フラットアースの動画4本撮りましたんでね、えー、フラットアースですよね、フラット、もうフラットアースはどんどん増えてますからね、<laughs> わかんないですけどね、重力は存在しないとかね、うん、あの重力ですね、えー、水はですね、水平なんですね、水はどこまでも水平なんです、水は曲がらないんですよね。はい はい、えー、大丈夫ですね、はいえー、そうそうそうね,にね忘れた頃願いは叶うんですよね,ねあの忘れた頃願いは叶うんですよ、うん、そして、えー、あ,のあまりにもですねあの自分のこの現実からかけはられたね夢とかね願いっていうのは叶わないんですけれども身近なですねもうもうね、うん あと一歩ね歩けばねあと一歩歩けばねあの夢が叶うみたいなそういうのはね絶対叶うんですよねえだからこれはですねこの動画ねこんだけ録音してねえまあこれね叶うまで録音するっていうかですね <laughs> えね諦めつつですね諦めないっていうねあまり、あ、ずっと昔から言ってますね諦めるってね素晴らしいんですよね、うん、諦めるとね違う道を探すんですよね それとパラレルワールドっていうねパラレルワールドのね線路新しい線路を引いていくっていうかですねまあそういうのとかいろいろあるんですけれどもねはいそういうことでですねジャズ連弾希望っていうねもう20分もね誰も聞かないですねえでもいいんですねでもねでもこうやってねあの録音しておくことがですね非常に重要でございましてですねはいありがとうございましたはい、えー、ジャズ連弾希望まあジャズ連弾 ジャズチキンとね、ジャズレン他ですね。えー、ジャズチキン他ですね。他が2個をつきますね。はい。ということでありがとうございました。はい、失礼いたします。はい。